井口さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。いつもありがとうございます。いえいえ、お願いします。はい、お願いします。荷物ありがとう、こう言っておいてください。あ、今日はあの僕の長年の顧客さんの池田さんに来ていただき、あの動画撮らせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、今日はどんな感じでいきましょうかね。今日はショートスタイルで。あ、OK です、 OK です。はい、パーマかける感じで今日は行きましょうか。はい、お願いします。はい、で横と後ろはじゃあちょっと長めでカって、はい、でまあ、あのほとんど刈り上げたっていう風なメリハリはさほどつけず、まあ、切りっぱなしぐらいの印象で横と後ろはじゃあすっきりさせて、はい、でまた前髪をクッと、池田さんのちょっと上がりにくい部分あると思うんですけど、それのガイドになれるようにクッと上げやすいように上げて、顔周りちょっと遊びの気を作り、全体ちょっとツンツンザクザクしたような感じのショートで今日は着ていこうと思います。はい、もう今ちょっと長くなってきて別れちゃいますもんね。そうですね。 OK です。もうこれはこれでかっこいいですけどね。OK です。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。お願いします。今日の池田さんのスパイキーショートなんですけど、まあデザインとしてはなんか今っぽい言葉で言うとスパイキーショートのデザインバランス感で切っていこうとは思うんですけど、ベロチャンネルではもうすでにツイストピン使ってペーパーとピンで髪の毛デザイン作ってたんですけど、今回池田さんの髪の質感でいくと立ち上げることの方が難しくて、無造作に動かすことが簡単なので、あのロットを使って立ち上げやすいところは立ち上げるデザイン、押さえるところはピン使うデザインっていうので、あのいつもとちょっと技術的な面ではまた別の角度から違った技術を取り入れてみようかなっていう方向性で今日は進めていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ池田さん、ちょっと先に頭分かれ癖ついてるんで頭流しちゃいますね。はい、おい、じゃあいきましょう。はい、よいしょ、どうぞ。はい、はい、お疲れ様でした。はい、9ミリぐらいでいきます。はい、池田さんのこの辺メガネのつるが当たる部分やからスッキリさせる方がクッと、うん、クッと収まっていいと思います。耳周りの毛ってメガネかけるときどうしていいか分からへんし、ジェルとかもベタついたら気持ち悪いですもんね。思ってました。ね、ありますよね。めちゃめちゃ思ってました。なんかここはメガネがクッてかかって邪魔でないようにぐらいの、耳周りちょっとスッキリさせておくことで、あのスパイキーショートとかちょっと単発にすると小物で遊びたくなってメガネとかつける時もあると思うけど、そういうのもね、ちょうどやりやすいデザインになっていいと思います。で後ろは一番長いバリカンで刈ってないような刈ってるようなぐらいのデザインにします。なんかでもこんな優雅に YouTube 撮れることなかったからなんか楽しいっすよ。優雅にこれ優雅ですよ。だいぶむしろお客さんで来るなら今日当たり日です。あ、ですか。よう出てくれてる僕のお客さんもいるんですけど、はい、2回出てくれた人ですけど、はい、その人の時僕バリ喋る回やったりするから。池田さん、こういった具合でカラーズででも買ってるような切り立ての感じが出ないようなデザインに切ってます。はい、あとは全体のバランスですね。
今後ろ長いですもんね。長いですよ、ね、長いですよね。池田さん今何回ですか？3回なんで3回ですよね。1回生の終わりから担当してます。1年半ぐらいですか、ね、1年半ですね。最初はあの波巻きパーマ YouTube で見てきてくださって、そっからですね、なんだろう、その間何種類もベロチャンネルで見たようなデザインは作りましたよね。パーマめっちゃやりました。いろいろやりましたよね、はい。めっちゃ切りやすい。ありがたい。いや僕正面思っとったんですよ、いつも池田さん来られるときに、はい、ここ詰まる時間帯とかやったら、はい、ここ池田さんおるみたいな。耐えたーみたいな。耐えた。むずくないんでね、よかったっす。いやもうそうっすよ。でもたまにバッサリがあるからすごいヒヤッとするんですよ。今日バッサリの日かみたいな。切れるしデザイン作るのも楽しいんですけど、うん、なんかやっぱイメチェンは身構えるっすね。多分世の美容師さん、僕もそうやし、僕みんな多分みんなそうやと思うけど、世の美容師さん、あ、バッサリめっちゃいいっすよみたいな、好きっすよみたいな言う人もいるし、僕も好きやけど、とは言うても多分みんなバッサリやったらグッて緊張感走ってるはず。池田さん、ちょっと横と後ろは後ろにこうビッとなでつけていくイメージで、横にこうスパイキーショートで広がりすぎちゃうとバランスカレーパンマンみたいになっちゃうんで、横はちょっとあらかじめスッキリさせてから巻いていきます、はい。まあ髪の毛全部巻き切ってからすく、どうせすくので、まあここでは粗くすくぐらいだけ質感調整しておきますね、はい。でももうこの時点で人間ってつむじ1個しかないから、片方は前向いてもう片方は後ろ行くようなもんなんですけど、たまにつむじが2個ある人は両方前行くけど、なんかその基本的には一方向でしか回ってないから、あの両方を後ろになでつけるような今回のスパイキーショートのデザインだと、まあ、この時点である程度の流れと毛流れ作っといた状態でデザイン作っていくのが僕おすすめじゃないかなと思います。このままでも帰れそうです。もういける。そうなんですか。ここは青紫で行こうかな、はい。今日はカールをつけずに根元を立ち上げていくようなデザインなので、ちょっとロットを決めていきます。今回の、スパイキーショートのデザインになる部分でいくと、この辺りは動き、立ち上がりを持って動きを作る部分なんですけど、いつもはツイストピンで作ってたんですけど、今回ちょっと逆巻きでクッと逆上がるような、要はスパイキーショートという名のジェットモヒカン、ジェットモヒカンに近いデザインの作り方でスパイキーショートを作る感じです。そのメリットとしては、立ち上がるのが1ヶ月以上経っても立ち上がりやすい、長持ちしやすいスパイキーショートを作れるかなっていうところに今回は僕着眼点を置いて作らせていただいてます。ここでロット1本上げます。でここ今ちょっと技術のポイント言うんですけど、前髪のこの反り上がらせるところ落ちやすいんですけど、このロットが逆巻き入れてあってあんまりグリッと行き過ぎたくはないので巻きが緩いんですよ。だからこれ重力で落ちていきやすいんですけど、この時にスティックの入れ方を工夫してあげると
綺麗な配列でロットは入るので、こういう風に意識してあげると。でおでこの M のところにピタッと逆巻きでカバーリング入っているので、この後自由に無造作で散らしやすいですね。池田さん、今回ね、パーマをいつもと違う巻きの薬使ってるんですよ、はい、僕はこっちの店来てからはずっとなんか今使ってる毎回ピュッて出して出しては巻く出しては巻くっていう風な付け巻きって言われる風な巻き方に近い巻き方をしてるんですけど、はい、なんかこれは何してるのかって言ったら、前のお店とこっちのお店ちょっと薬が違ってて、で扱いやすさはもう双方ともにメリットデメリットはあるんですけど、こっち側でこの薬を僕はまず知れたことがこっちに移動式で一番大きい点ですね。なるほど。そうなんですよ。前のあれで見たことない、ね、そう作業工程が少ないから、その分不快な時間が少なくなって、でさらにはパーマ巻いてる時間ってやっぱみんな不快は不快なんですよ。そのなんか変な感じする。そうこの時間にリラクゼーションを感じる人少ないからまあそう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 なるべく心地よくで手際くすまさんといかんなと思うところに非常にコミットした薬の使い方だからこっち変えてますね。今日の池田さんの巻きなんですけど、バックはパーパス起こしてあげるように無造作に立ち上がってて、今回この1本から全部逆巻きが入ってます。前髪肉に従ってパン毛が反り上がるように巻かれてます。なのでスパイキーショートみたいな無造作に散らせながらも、ちょっとオールバックに持っていきたい箇所をオールバックに持っていきたいので、根元が立ち上がりにくい毛質の方は逆巻き巻いてあげて、毛がクッと立ち上がった状態にしておくと、次伸びてきても1ヶ月後カットだけで進めるようなデザインになってます。僕のお客さん1ヶ月半以降ぐらいのスパンの方が多いので、極力長持ちするようなデザインを着ていくのが僕の自分で言う持ち味なんですけど、そういう風に持っていくにはこの逆巻きでデザインを作るのがいいんじゃないかなということで、パーマのロットで今回作らせていただいてます。で顔周りは無造作な動きも出すんですけど、逆巻きで散らしながらどうしても内に入ってくる部分もあるんですけど、こう外跳ねにしておくと内に入れることも外に跳ねさすこともできるので動かしやすくある点と、あとは全体的にねじりを加えたピンを入れてあることで後ろになぜつけやすく、なおかつ外れてきたこのパーマが緩んできた時にナチュラルに毛流れになってくれるような具合で巻いてます。で単純な平巻きにしちゃうとただのオールバックになっちゃうので、ねじりを加えて無造作に動くようなイメージで今日はピンパーマをつけてますので、いろんなスパイキーショートの切り方があって、その千差万別のこだわりがあるとは思うんですけど、まあなんか長持ちさせるってなるとピンで巻くショートツイストな感じのピンパーマよりも、まあ逆巻きを使ってみるのもありなんじゃないでしょうかっていう風な仕上がりは、この後お楽しみにしていてくださいです。そう自分の、ちょっとここで顔周りのカバーリングはあんまりエッジがついてかかってほしくないので、二液中は後に外します。こんな感じで外羽のカールがついてるイメージですね。これだけでも十分いい動きはついてるんですけど、このまんま強くついてしまうとここはバランスが難しくなっちゃうので、一回固めた後少し時間差で早めに外しておきます。これ意外と大きなポイントなので方試してみてください。時間差でロットアウトするというのはなかなかやる人とやらない人といろいろ分かれると思いますけど、まあ緩めたいところは外して強くしたいところは外さず、であとは時間差で外していく感じですね。僕普段やるのは見せたいポイントのところからを残して、そこが一番長く放置時間かかるように外し始める点と、もう徐々に外れて緩んでも大丈夫な点からどんどん外していって、絶対に緩んでほしくないところを最後に外すような外す順番にもこだわってます。結局でもそこってラグ1分もわかないんですけどね気持ちの問題です。では外していきます。いい感じに逆巻きでかかってます。エッジが効いて立ち上がりやすいデザインになってます。これだけでもワックスつけるだけでグッと散ってくれるデザインなんですけど、ここからすいてさらにザクザクの形にしていこうと思います。でこの時点では長さ全体の長さ度合いで言ったら、今切りたての巻いてある素材の状態なので、ここから彫刻していく感じですね。なので完成度で言うと今全体像の7割ぐらい長さで完成してます。だからあとだから2割3割近くはカットで削っていてデザインになっていくイメージですね。
流しに行きます。はい、お疲れ様でした。どうぞ。お疲れ様でした。これこの値段で買えるんですかっていうのと、お疲れ様でした。ありがとうございます。こんな具合でクッと立ち上がりやすく無造作に動きやすいデザインで作らせていただいてます。今からじゃ乾かしてすいていきますね。はい、お願いします。乾かす時のポイントは根元をしっかり立ち上げるのがポイントですね。スタイリングの時にワックスで押さえつけるようなイメージで、それ以外はもう基本的に横のこの押さえるところは押さえますけど、主にトップなどはもう立ち上げるようなイメージで上げていってください。もうドライヤーでボンバーにさせてしまって、それをワックスでちょっと多少落ち着かせるぐらいのイメージでつけてもらえるのが良い頃合いだと思います。2線目あたりはちょっと軽めで作って、でダイレクションかけて毛流れ作りながらすいていきます。顔周りちょっと毛先重たすぎると涼しげな印象にならないので、そのあたりはね軽めで作っておいた方が前髪を上げやすくなるんじゃないかなと僕は思います。で部分部分で毛先を整えていきながら、スパイキーで毛先はある程度厚みがあった方がいいですけど、全体触りながら、切りたてじゃない色気のあるスパイキーショート的なね、池田さん本当今日はありがとうございました。いい、こちらこそ。いや本当にスパイキーグリスでいきます。いつも通り後ろから作ってもらうようにつけて、今日のデザインは全体的に立ち上がりやすいような逆巻きのデザインなので、もうつければつけるほど動いてくると思います。ほんと散らし付けでいいです。散らしながら、スタイリング剤は結構しっかり重たく根元付近からつけてもらってる方がエッジが効いたようなデザインにはなりやすいですね。で、くっと上向いてもらって、この時のひし形になるようなイメージで通して調整してあげてください。はい、池田さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。スタイリング今日は使わせていただいたのはスパイキーグリックスで、ちょっとだけ扱いやすくでもしっかりエッジが決まるような、エッジがかかったデザインになるワックス使わせていただいてます。はい、はい、お疲れ様でした。後ろピタピタで割りかっこいいです。ありがとうございます。よかった、もうあのメガネかけてみて絶対似合うと思うので、おぶっ飛ぶっすよ。ぶっ飛びますめちゃくちゃいいっすね。めっちゃくちゃ渋い。僕の好きなのはこの耳後ろのクッとなんですかね、メガネとツルと同じような毛流れで流れてる部分ですね。あの最高顔立ち、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではご案内させていただきます。はい、お忘れ物のようにね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあ池田さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日の場はシャンプーなしでお願いしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。